ここに向けての仕上がり調整はいかがでしょう。そうですね、ちょっと1月は古傷が傷んだりして思うように走れなかったんですけど、まあ、それも徐々に良くなってきてるんで、はい、いい感じだと思います。初日どう戦いますか。稲垣さんの後ろで頑張りたいと思います。信頼してるんで、はい、自分も後ろで全力で頑張りたいです。アクシデントと体の状態が一番気になるところなんですが。まあ、落車で欠場することはかなり久々になるんですけど、まあ、結構ダメージがあって、まあ、1週間前ぐらいからはいつも通りに練習できるようになりました。練習の感じはもうほとんど戻ってるなっていう手応えはあります。初戦どう戦いましょう。地元勢とは別戦でしっかり自力で頑張りたいと思います。来るからにはしっかり優勝を目指して頑張ります。もうよろしくお願いします。直前の仕上がり、どう見ておけばいいですか？まあ、正直この後の G2 戦もちょっと見据えての練習してたので、若干疲れ気味かなという感じですね。初戦どう戦いましょう。もちろん平原君の番でいきたいと思います。ゴール勝負、かなり楽しみですね。そうですね、前が本当に魅力ある選手なんで、しっかりついていきたいです。横顔連に絡めるように頑張ります。応援してください。ディフェンディングチャンピオンとして迎える今年の意気込みというのは。まあ、あんまりその辺は意識はしてないんですけど、いつも通り走って結果が出せればと思ってます。初日どう戦いましょう。同県の松本君の後ろ回らせてもらいます。数はかなりあるんですけど、ちょっと最近はあんまりうまく決められてないので、明日こそは決めたいと思います。画面を通してですけど、精一杯走らせてもらいます。応援よろしくお願いします。今年に入って上位戦での戦い、しっかり結果は出てますか？徐々に自分のしたい動きができるようになってきましたね。特選競争、どう戦いましょう。諸橋さんの前で自力で頑張ります。別戦、機動型の動きはどう見てますか？いや、もうとてもいいメンバーなんで、やりがいがあるなと思います。まずは目の前の一戦一戦頑張ります。応援してください。直前の仕上がり、ご自身ではいかがですか？ちょっと前回の開催前に、腰を痛めて、まだちょっと完治はしてないんですけども、電車乗った感じは悪くはなかったです。初日、特選メンバーの印象いかがでしょう。はい、強いメンバーが揃ってると思います。どう戦いますか？はい、しっかり、チャンスを逃さずに、仕掛けどころで力出したいと思ってます。しっかり4日間、力を出し切りたいと思います。応援お願いします。今年は優勝からスタートしています。ここまでいかがですか？はい、順調にいい成績で来られてると思います。今ご自身、レースの中での持ち味というと。そうですね、レースを、まあ、冷静に見ながら判断うまくできてるかなと思います。この松山バンクはどう見てますか？結構 F1 とかでも成績よく走れてるので、好きなバンクだと思います。初日はどう戦いましょう。松浦君の後ろを主張させてもらいたいと思います。松浦君の後ろで精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ヤンググランプリを制して迎える地元記念、心境いかがでしょう。調子いいですね。頑張りたいと思います。今はどのあたりを意識してますか？まあ、しっかりバック取って3着以内に残れるように心がけてます。渡辺選手が後ろだといかがですか？後ろについてくれる人がいるときはいつも気合い入れて走ってます。4日間精一杯頑張ります。応援お願いします。ここに向けての練習仕上がりっていうのはいかがでしょう？あ、そうですね、2週間ぐらい空いたので、まあ多少は、はい、仕上がってきたかなというぐらいですかね。特選競争はどう戦いますか？はい、一人でやります。このメンバー構成、短期戦、どんなところを一番意識したいですか？いや、特に意識するとかないんですけど、まあ、自分の力出せればいいかなと思います。4日間、決勝目指して頑張りたいと思います。